佐々木岩尾は、日本の柔道家、実業家、旧成家サハラ。学生時代に、全国中等学校柔道大会や明治神宮、大会柔道競技で優勝等の成績を残し、特に、早稲田大学在学中には、学生柔道界の花形としてその有名をとどかせ、全日本選手権大会も獲得。卒業後は、小賀工業に就職し、営業部長や資材部長、 担行所長、監査役、顧問等を歴任し、実業家として活躍した。栃木県宇都宮市で医師を務める笠原家十人兄弟の五男として、東京都世田谷区の奥沢に生まれ、少年期より栃木県で育った。兄三人が、旧西宇都宮中学校から旧西第四高校へ、進んだ柔道選手であったほか、姉二人の夫も、 旧世代四高校の柔道選手であった関係で、笠原も物心がついた頃には、家の中の柔道館で、兄たちが乱取りを行うのを見て育つなど、すでに柔道が身近な存在となっていた。また、武徳伝が家の近くにあったため幼少時より、館稽子初中稽古にも参加しており、後に改めて覚悟を決めたり、固くなったりすることもなく、 指導に入れたことは幸いだったと実会している。旧西宇都宮中学校に入学してからは、同校の柔道教師を務めた助真まだエースけの指導を受け、また直々に、可能うじごの講話を聞き方の疲労を目にする機会も、得て、勢力全用、自他共栄等の標語の意味も、いくらか監督できるようになっていった。同じ頃、百二十二年十一月に十四歳で、 高等館へも入門し、中学3、4年時頃から旧宇都宮中学校は、近県大会の優勝期を総なめにするほどの快進撃を見せ、さらに5年時の1924年に、笠原は、東京高等師範学校主催の全国中等学校大会で、個人優勝を果たした。笠原のライバルであった東京講師の安倍1925年3月に2段くらいで、 中学校を卒業すると、早稲田大学の専門部政治経済科に入学し、指導に当たっていた宮川一貫の下で厳しくも楽しい稽古に揉まれながら、すぐにレギュラー選手となった。早稲田大学への入学以後は、従前の練習法だけでなく、もっぱら自身で工夫し考えて行う稽古を積み始めたという。同年10月の第2回明治神宮大会柔道競技では、 少年組に出場して、兵庫の田中玄一に次ぐ、準優勝を果たすなど頭角を表すと、翌26年11月の第3回大会では、少年組3段の部で優勝。1927年6月11日の全満集隊東京学生連合との試合に、笠原は選抜されて、学連側4章として出場し、満州側6章の縄田君を4段と、相見えたが、 この時は焦りに固くなって、縄田のつばめ返しに新酸を舐めた。それでもこの頃には、学生柔道界のエースとして、早稲田の笠原と名を馳せ、当時の党と柔道界では、笠原のほか、明治大学の和久井博志へや東京高等、師範学校の安倍新聞、小玉の武、立教大学の山本武史郎、慶応義塾大学の浅宮最地、中央大学の菊池上げに、 王朝吉浦春英がひしめく中でも、とりわけ、笠原と、安倍は、頭一つ抜きんでた中心的存在であった。早稲田では、青春のすべてを柔道に捧げた1928年5月22日に、東京学生連合は、警視庁柔道部の挑戦を受け、すでに五段となっていた笠原はこれに、副将で出場、警視庁の三将大江武志五段に、 左の吊り込み腰で畳を背負わせ、副将、神田九太郎五段とは互いに優劣なく引き分けた。続く同年7月1日の第2回、台湾州対抗戦では、大将として出場したが、副将を務めた、東京高等師範学校の安倍新聞五段らの、活躍により笠原の出番はなく、東京学生連合の勝利で試合を終えている。 早稲田の専門部を卒業し大学部経済科に進学すると1929年5月の5体0。記念展覧武道大会では指定選手の一人に選抜されたが、米国ワシントン大学の招兵を受け4月18日より、早稲田大学の柔道部首相として渡米していたために、やむなくこれを辞退した。指名されておりながら棄権しなければならなかったことは、誠に残念だったと笠原。 なお、渡米したメンバーには後に、日本レスリング界の父と知られる、八田一郎毛利、一行九名は日本で、初めての柔道団体として、横浜港を出港して、約3ヶ月かけて、米国の西海岸地方とハワイを回り、柔道の普及、振興に、大いに貢献した。加のう五郎の発案で1930年11月に、第一回全日本選手権大会が開催されると、 第2区の地区予選を勝ち抜き一般総年前期の部に出場した笠原は前年の天覧武道大会に出場できなかった鬱憤を晴らすかのように活躍し準決勝戦で早川勝五段を左大外刈りで宙に回せ決勝戦では飯山栄作四段に判定勝ちを収めて選手権の栄冠を獲得輝かしい自身の学生柔道生活の最後に花を添えた 笠原は、身長 173cm、体重 88kg、脅威 140cm で、ボディービルダーのような流々とした、見事な逆三角形の体育を武器に、そこから繰り出す豪快で切れ味鋭い左の跳ね腰、払い腰、釣り込み腰等の腰技や釣り込み足払いを得意とした。しかし、笠原本人は、柔道は前後左右、立ち技、寝技、 固め技、関節技をまんべんなく使いこなせるよう鍛錬すべきと説いており、実際に自身も立ち技に長じたものの決して寝技がおろそかであったわけではなく、中学時代に旧世代4高校 OB の定大生らの指導を受けて、早稲田大学在学中にも立ち技7、寝技3の割合で鍛え上げ、後には旧世代4高校に寝技の指導に行くことすらあったという。 1931年3月に、早稲田大学を卒業後は、柔道専門家ではなく会社員としての道を歩み、小賀工業に入社して、栃木県足尾町の足尾銅山に勤務した。同年10月の全日本選手権大会の一般少年前期の部には、第3区代表として2連覇をかけ出場することとなっていたが、大会直前に病を患ってやむを得ず棄権し、涙を飲んだ。 出場していれば、京都帝国大学で首相を務めた寝技師、野上里氏が U5 弾と決勝戦を争っていたはずで、さぞ交勝負が演じられただろうと関係者から惜しまれた。翌32年7月に6弾、1937年12月には30歳の若さで7弾に昇段。当時の足尾道山は、柔道優段者、約200人を擁す大王女隊で、 大道場三つと小道場二つがあり、ここでの10年間の勤務中は存分に稽古ができたという。またこの間1936年に結婚して、以後は佐々木生を名乗った。戦後は会社員を務める傍ら主に東京、丸の内で柔道に汗を流した太平洋戦争中は各所に転勤し、練習の機会もあまり得られなかったが、 終戦後は1948年5月に8、弾位を受け、1949年に上京し、翌年からは本社勤務となって稽古を再開することができた。1953年に北海道に転勤するまでの間には、丸の内警察署所長のところ山幸風の圧戦で、朝日新聞社の所務部長であった三船志郎ら有志と共に、丸の内柔道クラブを創設し、 ここで敗戦後の意気消沈した世の中の雰囲気を打ち破るかのように燃えるような熱く楽しい稽古に汗を流し、周囲の推挙により千代田区の柔道会会長という重責も担った。その後九州にわたって木尾炭鉱の所長を任されたが、口頭がんを患い東京の癌研究会付属病院での治療を余儀なくされた。懸命な治療の会もあって一命を取り留めた佐々木は、 1957年に、再び、東京の本社勤務となり、機械営業部長や資材部長を経て、監査役、顧問を歴任し、1964年11月からは、系列会社である朝日生命保険の顧問も務めた。晩年は、中野区に今日構えて、毎日のように行動館に通い、可能理性館長の委託により指導員として、更新の指導に当たっていた。 しかし、胃がんを患ったため1971年2月の稽古が最後となり、4月29日には、本人の強い希望により、全日本選手権大会観戦のために本部道館に顔を出していたが、病状は回復せず球団病院、癌研究会付属病院と定員して12月に他界した。去年65、佐々木の不法を受け、行動館は、 生前の功績を高く評価し11月20日に遡って球団くらいを追蔵している。前述の通り佐々木は行動官の機関士である柔道の特集の中で修行者へのアドバイスを述べており、その内容は体力以下の通りである。加納寺五郎が創意完成した柔道は精神的にも大義としても一生をかけて体得すべき大道であるとし、 毎日同じ相手と稽古をしていると互いに手の内を分かってしまうので、思う通りに取ることができなくなるものである、と続ける。その上で、偏った技を持つ人ほど苦手意識があるわけなので、その苦手意識をなくすには、前後左右あらゆる練習をまんべんなく行うことが必要であると語っている。また、稽古の際に投げられまいと、こちこちに頑張っている人が多いが、これは誤った。 練習方法で上達が非常に遅れて下手なりに固まる原因になると、警鐘を鳴らし、勝敗に関わらず自由奔放に、かつ得意ではない技こそ多く練習すべきと説く。上達のためには考えかみしめて味わいながら、工夫によって体得しなければならない、とのこと。指導者が平に教えると修行者が自分で、工夫や努力をせず、かえって上達が遅れることを懸念しており、 他者の稽古も真剣に見て、その得意技を、高返物を狙うように自分のものとし、また、他者の欠点も熟知して、自身の反省の糧にすることが大切であると述べている。すなわち、古くから、諸芸の指定での秘伝の伝授とは、詳細な説明はせず、習得しようとする側が盗み取るという気概を持って、高級、得得したものであり、柔道においても当人に、 自分が断じてやるという信念が不可欠であるとしている。また、当時の格闘場で多く見られた格好ばかりのダコみ練習は最も無駄な、苦烈なものであるとも指摘していた。ありがとうございます。